宮沢ミシェルは日本の元サッカー選手、サッカー解説者、指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。千葉県出身。国士館大学卒。家族は妻と二男一女。長男はサッカー選手、宮沢優樹。長女はモデル、タレントの宮沢成吉。1963年にフランス人の父親と日本人の母親のもとに生まれ。 千葉県千葉市で育ち、小学校からサッカーを始める。1979年に千葉県立市原緑高校に入学し、本田雄一郎監督の下でプレー。早いサッカーを目指す本田監督は、テクニックのある宮沢をセンターフォワードで起用した。また、1981年に美和子国体で国体史上初の外国籍選手として出場した。 当時未成年だった宮沢は日本とフランスのどちらの国籍を取るか決めかねており日本国籍はなかった。1982年国士館大学に入学。1986年に日本サッカーリーグの藤田工業サッカー部に加入。1988年度には天皇杯準優勝を経験した。なお当時の本名は ミシェル・ジュンジーレジャンで登録名はミッシェルであった。1992年、自身の地元、千葉県を本拠とする東日本 JR 小林 c へ移籍。1993年1月には日本国籍を取得し、テクニックがあり、展開力のあるスイーパーとして活躍。なお、日本国籍取得後しばらくは、 宮沢ミッシェルを名乗り、後にフランス語の読みに近い宮沢ミッシェルに改めた。宮沢は母の名字である。1994年4月、日本代表監督がファルカンになってから初めて発表された日本代表候補に選出されるものの、負傷により合宿への参加を辞退。5月に発表された日本代表には選出されなかった。 1995年の J リーグを最後に現役を引退した。現役引退後はサッカー解説者として活動し、2010FIFA ワールドカップや 2014FIFA ワールドカップ関連の NHK の番組に解説及びコメンテーターとして出演した。一方で指導者として提供高等学校でコーチを務めたり、ユース世代のサッカー教室で指導したりしている。 また、J リーグ入りを目指すツエーンゲン金沢を2006年の設立から3年間スーパーバイザーとして支えた。2010年から浦安市の教育委員を務めている。ありがとうございます。